先月31日に開かれた警察学校の卒業式。初心を忘れず、情熱を持って職務に邁進してまいります。出席したのは男女23人の新人警察官たち。このうちの一人が珠洲市出身の山崎健太巡査です。実は2ヶ月前、石川テレビは山崎巡査を取材していました。記者が実際に体験した警察学校の一日。新人警察官は皆朝9時から夜5時まで厳しい訓練に明け暮れ、警察官として必要な体力や教養を身につけます。警察官の兄に憧れて同じ道を目指した山崎巡査。この時のインタビューでは、あと1ヶ月ぐらいで卒業ということですけれども、寂しいですか？寂しいです。嬉しい？どっちが勝つ？嬉しいです。やっぱきついか。きついです。本音がちらり。卒業式は自分の配属先が発表される場でもあります。山崎巡査は希望していた能登地区に配属されました。今その気持ちは変わりないですか？変わりないんですけど、やっぱり不安や緊張があります。式が終わると山崎巡査は早速七尾警察署へ。蹴れ巡査、山崎健太、同じく亀井龍太郎、以上2名の者は本日警察学校における初任と課程を終了し、七尾警察署へ勤務を命ずられたので進学します。頭が真っ白になりました。すごく噛んでしまったんですけど、七尾警察署の一員として頑張りたいと思います。緊張しっぱなしだった初日を終えました。どうぞ。何もないとこですけど。あ、本当に何もない。今日から暮らす部屋、明日からの本格的な勤務に備え、荷ほどきもほどほどに体を休めることにします。明日は普通にまた署行って仕事を。仕事です。何時から？8時45分ぐらいに。ああ、はい。でも警察学校に比べたら楽。楽。いや、そんなことない。あ、いやいや、でも警察学校は朝何時？さあ、だいたい5時50分起きでした。警察学校がきつすぎました。正直なところ。はい。山崎巡査にとって初めての任務、それは交番勤務です。結構寒くないですか？寒いです。でも寒い日もやらなきゃいけない。そうですね、毎日もやります。命じられたのは交番の前に立つ立番の仕事。しかし、ただ立っていればいいというわけではありません。整備不良の車がいないか、ドライバーがシートベルトをつけているか、さらには運転手や通行人が不審な動きをしていないか、警察官がわずかに感じた違和感から事件解決につながることもあるのです。この日訪れたのは七尾警察署の橋本副署長。山崎巡査の仕事ぶりは、副署長から見て何点ですか？まあ60点ってところですかね。これから厳しい現場の方に立ってもらわないといけないので、しっかりと心身鍛えてやってもらいたいなというふうに思います。続いて命じられたのは、パトカーに乗って市内を回る警ら活動。さらに店や住宅を一軒一軒歩いて訪ねる巡回連絡も行いました。新人の警察官ですね、港交番にまた2人来ましたので、またよろしくお願いします。
山崎健太と申します、はい、よろしくお願いします、はい、ちょっと新人警察、新人警察さんです、はい、トヨタの島の中をしばらく歩いてもらうんだ、そうですねよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。住民との信頼関係を築くこと、地域の安全安心を守る警察官にとって欠かせない取り組みです。初めての任務を終えた山崎巡査、今の思いは。方々を守るという固い意志を持って頑張ります。まだ新人ですけど、新人らしく元気とやる気と前に出る姿勢を持って頑張っていきます。子どもたちの憧れとなる警察官になりたい、山崎巡査、その第一歩を踏み出しました。